パスタスパ、10分でお肌がツルツルしっとり。スマホが歌って、ジャケットが温かいハグをして、ティッシュはかわいそう。物が人だったらどうなるか、ウフの新しいビデオをチェックしてください。ただいま。道が泥だらけだった。おかえり、無事に帰ってきて嬉しいよ。この本はもう読んだな。ああ、そうだ、木にお水をやらないと。火をスプレーします。キッチン忍者、果物切りをお見せします。準備はいい？いや、次はパン。いや、すみませんが、パンは柔らかすぎて刀では切ることができません。いいでしょう、もう刀はいりません。風邪をひくのはうんざり。うわー、たくさんのティッシュが。鼻水がすごいです。これはひどい。みんな、ティッシュになることはおすすめしません。ひどい仕事です。そしていつもゴミ箱直行。今何時？あー、また遅れてる。直さないと。ねえ、僕の耳を優しくひねって。これで時間通りです。少しスタイリングフォームをつけて。ウェットスタイルが好き。こうやって暴れる髪の毛を押さえつけます。あー疲れた。ちょっとこれでストレス解消しようっと。ねえ、ちょっとマッサージさせて。気分が良くなった。ありがとうスライム。なんてロマンチックなディナー。いただきます。あ、そうだ、キャンドルに火をつけてもっとロマンチックにしましょう。あー、頭が燃えてる、助けて。さて、マッチを消して。ありがとう。シャワーを浴びて、さっぱり気持ちいい。では着替えましょう。タオルをここにかけて乾かします。今日は幸せの日だな。あー、見たくないし吹かれたくない。お出かけ楽しかったね。コートはここにかけて。あー、もう持ってない、助けて。僕の新作の絵、接着剤で壁にかけよう。少し乗って、説明通り5秒間強く押し付けます。もうちょっと優しく押してくれる？分かったらもう手離してください。ふう、私って超便利。毎朝髪を乾かします。風よ吹け。私はマスターウィンド。そして口に風を当てればマスターマッサージ。スイッチはかわいそう。お願い、もう我慢できない。パチパチしないで。もうダメだ。おっと、スイッチが壊れたようです。玉ねぎをカットします。あー、また止めどなく涙が溢れます。落ちないで、手を離さないから。あー寒い。暖かいジャケットを持っててよかった。しっかりハグして。あー、あったかい。
痛い痛いってば。この小さなレゴが鋭い歯で足に噛みついたみたい。あっち行って。パコ鈴木はコンサートのお金を数えています。しかし計算は得意ではありません。電卓が発明されてよかった。電卓ならあっという間に計算できます。うわー、たくさんお金がある。しかし電卓が人間だったら給料も必要です。マイダリー。メイクも完成。あとは髪を溶かすだけ。指で一生懸命溶かしますよ。髪を分けましょう。ほーら、すごい完璧です。ちょっとだけヘアスプレーして。たまには僕をきれいにしてよ。チキンを電子レンジで解凍しましょう。カチカチのチキン、そろそろ溶けてくれる？さあ、温かくして柔らかくなりましょう。終わり。チキンはどうかな。まだちょっと凍ってそうだけど、お皿が熱い。あちち。鉛筆が折れましたか？鉛筆削りがあってよかった。鉛筆削りの人間バージョンは木こりです。おっと、やりすぎたわ。絵を描くのが大好き。アートは僕の人生だ。綺麗なバラが描けたな。これを持っていこう。おばあちゃんからプレゼントが届きました。何かな。おっと、ニットセーター。おばあちゃんの手編みセーター大好き。このセーターは僕にぴったり。おばあちゃんの愛を感じるな。あー、チクチクする。セーターが噛みついてくる。人食いセーターだ。助けて。スマホなしでの生活は不可能です。スマホで音楽を聴けます。この歌が大好き。一日中ずっと聴いていたい。あー、メッセージが来た。中にかな。あー、絵文字。サイドを刈り上げますか。このバリカンは獣です。素早くきれいに噛み切ります。いかがでしょうか。本物のプロは道具を飼いならします。あー、バッテリーが切れた。充電しよう。スマホ缶ちょっと休憩。うーん、リラックス。車のアラームが鳴ってる。どうしたんだろう。アラーム、お願い、静かにして。読書は終わりにして。あー、まだ2番が残ってる。今日のビデオはいかがでしたか。どの生き物が一番好きか教えてください。玄関マット、スマホ、ティッシュ、またはスプレー。そして皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。ウーフーからの陽気な新しいビデオ、お見逃しなく。